牧島とは、佐賀県伊万里市の伊万里湾沿いにある地域である。カブトガニ産卵地として、有名なタタラ海岸がある。タタラ海岸沿いから見た牧島山伊万里市街から、旗津町を通る、国道204号沿いにある地域で、近年では、対岸の山城町をつなぐ伊万里湾大橋が開通し、交通量の増加に伴い、バイパスが開通した。伊万里湾に接しており、タタ海岸沿いには、 木津川が流れ込んでいる。また水田が広がる平地でその多くは、干拓地である。伊万里市人口統計表より、引用元、くすく島と呼ばれ、対岸の山白号くすくつに属していた。1622年頃、佐賀藩の御用馬を育てる牧場が設けられた。牧島は、くすくご牧場と呼ばれ、牧奉行は、初代皿山大官となった山本人絵門だった。牧があった。 島なので、牧島と呼ばれるようになった。牧島の東には、早、里崎との間に、セットがあったが、江戸時代の中期に、塩田や水田を作るために干拓されて、陸続きになった。1812年に測量に訪れた井上忠敬は、測量日記の中で、牧島、旧割島なりと書いている。明治時代になって、牧場もなくなり、 くすくつのうちとして置くのも不便なので、今里里へ所属外になった。1889年、市町村制の施行によって、キ村、瀬戸村、脇田村、松島村が合併し、牧島村となった。村名は、諸外村長の川添綱高の提案によるものと言われている。その後、牧島村は1928年、今里町と合併した。 1954年に伊万里市、牧島地区になり、現在の行政区には、キス西、本瀬戸、中通り、早里、漁港、釘島がある。1915年まで演田で声援が行われ、明治時代以降の干拓によって、キス神殿や川添神殿などの広大な農地が広がった。また、2003年3月9日に、対岸にある、 山城町を結ぶ伊万里湾大橋が開通した道路、ありがとうございます。